新小平駅。新小平駅は、東京都小平市小川町2丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本武蔵野線の駅である。当駅は、小平市内に唯一存在する、JR 線の駅である。武蔵野線の本線のほか、旅客駅より、西国分寺駅側で、中央本線国立駅へ通じる武蔵野線支線、国立支線が分岐している。 この支線は主に貨物列車が走行するが、一部、武蔵野号や、ホリデー快速富士山号などの旅客列車も経由する。武蔵野線の駅番号は、JM32。二つのトンネル、小平トンネル、東村山トンネルの間に挟まれた掘割の中、相対式ホーム2面2線を有する。駅舎は、小平トンネルの上の地上にある、半地下構造。 駅本屋の施行は、鹿島建設による。JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する、業務委託駅、西国分寺駅の非管理駅。なお、緑の窓口は2012年6月30日を、もって営業終了した。自動改札機、指定券券売機設置駅。2015年9月30日より、この両トンネル内で、 携帯電話が使えるように整備された。駅カラーは緑色。2017年度の1日平均乗車人員は1万1631人である。武蔵野線内26駅中25位である。再開は2012年3月に開業した吉川美奈駅。近年の推移は下記の通り。この年は8月から記録的な長雨が続いており、近接する。 所沢アメガスの積算降水量は8月が394ミ、mm、リメートル、観測史上8月として6位、9月が447ミ、mm、リメートル、観測史上4位、9月として2位であり、10月も台風21号の接近に伴い活発化した前線により、事故前日ですでに200ミリメートルを超えていた。このため、9月半ばには、ホーム北、 新秋津川の壁面から地下水が噴出し始め、10月11日朝から接近した台風21号による大雨、所沢の24時間積算雨量95ミリメートルにより23時45分頃、ホーム北側と線を含む U 字形構造全体が120メートルにわたって最大1.3メートル隆起し、洋壁継ぎ目には最大70センチメートルの開口部が生じ、 土砂混じりの地下水が大量、復旧時の計測で8トン、糞に、流入、液全体が冠水しただけでなく周辺で陥没が発生し、近隣住民が避難するに至った。その後、多数の水中ポンプにより排水を試みるが、流入量に全く追いつかず、地下水位を下げるため被災部周辺に深い土8本を掘り、8トン、糞を下水道放流したがこれでも、不十分だった。 このため部海道を19本、15トン、分に増強し、放流先も2キロメートル離れた空堀川へ変更された。11月半ばに地下水位が下がると工事は本格化し、12月11日に全面復旧された。当初6ヶ月を要すると見積もられたが、武蔵野線が鉄道貨物輸送の大動脈である点から24時間体制の急ピッチで進められ、 1> 約1ヶ月で完工した。この事故による JR 東日本の被害額は約35億円に達した。新小平駅は南北を長いトンネル、東村山トンネルと小平トンネル、共に延長 4km 程度に挟まれた、夕方 RC 構造の半地下式の駅で、関東ローム双下の武蔵野歴層上半分に食い込んでいる。武蔵野歴層には、 西から東へ伏流水が流れていて、その地下水位は、降水の影響で大きく上下することがわかっている。事故当日の地下水位は、地表下3メートル以上まで上昇し、これは75年程度の再現確率とみられている。この南北方向の路線が、ダムのように作用して伏流水をせき止め、上昇した地下水位の浮力によって、土かぶりがなく、浮き上がりに最も弱かった。 駅北側が大音響と共に破壊に至った。深夜のため列車や乗客に被害は出ず、第惨次には至らなかった。復旧にあたっては、地下水位が地表面付近に達しても耐えられるような強度計算を行っている。浮力に対抗する武蔵野歴層を貫通するアンカーを打設し、洋壁には水抜き溶解工部と排水設備を設け、歪みセンサーを設置した。また、 地下水位を下げた後も1メートル近い流域が残ったため、駅北側の U 型 RC 構造の底部を切除して、スラブ軌道からバラスト軌道に変更して修復された。このため、溶壁を支える鉄骨構造が追加されている。ホームを含め駅構造物の大半は設置し直された。なお、新小平駅南側には、小平トンネルより長い国立支線のトンネルがあり、 福流水上流側の国分寺市西国学母の住宅街では床上浸水など洪水が頻繁に発生していたが、新小平駅の水没事故に伴い JR も福流水への対策に取り組むようになり、こちらの洪水も収まった。復旧までの2ヶ月間、武蔵野線は東京、新奈良市から新秋津と西国分寺府中本町の折り返し運転となり、 新秋津から新小平西国分寺はバス代行となった。しかし経由する府中街道沿いは、久米川や恋が久保など、慢性的な渋滞が続く、細い迂回路しかなく、一駅に一時間前後を要する状態だった。このため、徒歩で秋津駅に向かい、西武池袋線で、所沢駅、西武新宿線で、東村山駅、西武国分寺線で、国分寺駅、 JR 中央線で西国分寺駅へ至る迂回経路を利用する乗客も多かった。また、振り替乗車や代行バスを走らせているとして、定期券、回数券の延長措置は行わなかった。新秋津駅の新小平側には西武池袋線、秋津駅所沢駅間との連絡線があり、国分寺駅でも西武国分寺線と JR 中央線の連絡線跡があったが、 いずれも、西武鉄道による振り替輸送は行われなかった。また、迂回経路となった新秋津駅と西武線、秋津駅間に、普通機間限定で、臨時通路を設置する案が計画されたが、高級設置となることを恐れた、地元商店会からの反対により頓挫した。一方、貨物輸送は山手貨物線や、八高線等へ迂回されたが、余力は限られ、経由する中央線。 常磐線、総武線にも制約があった。このため、当時武蔵野線を走っていた113本の貨物列車のうち28本連日運休し、その他はトラック輸送で代替した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。